あなたはテクノロジー分野で最も成功を収めた起業家の一人として知られる孫正義についてご存知でしょうか。彼はその長年にわたるキャリアの中で数多くの驚くべき業績やエピソードを残してきました。例えば彼が2000年にアリババに投資し、その後のアリババの急成長によって得た利益は膨大なものとなりました。また彼は1000億ドルを超える巨額のビジョンファンドを設立し、先端技術分野に投資を行っています。さらに彼は日本の再生可能エネルギー市場のリーダーとしても知られており、太陽光発電事業に進出し大幅なコスト削減を実現しました。そして彼は失敗に直面した企業を支援し経営再建に尽力するなど、彼の行動力や決断力は私たちに多くの示唆を与えてくれます。今回はそんな孫正義の驚きのエピソードをご紹介したいと思います。 1. アリババへの投資。2000年代初頭、孫正義は中国を訪れ、インターネットビジネスの可能性について興味を持ちました。そこで彼は当時新興企業であったアリババに出会いました。当時アリババはオンライン B2B ビジネスを展開していました。はじめは孫正義はアリババのビジネスモデルに疑問を持ちました。しかしアリババの創業者であるジャック・マーとの数時間に及ぶ会談の中で、彼はアリババの将来性について深く考えるようになりました。当時中国のインターネット市場はまだ発展途上であり、アリババが成功する可能性は低かったと一部の投資家は考えていました。しかし孫正義は自分の直感に従い、2000年代初頭にアリババに1億ドルを投資することに決めました。当時孫正義がアリババに投資した額は中国のインターネット産業において最大規模の投資となりました。その後アリババは急速に成長し、孫正義の投資は大成功を収めました。アリババはオンライン B2B ビジネスから始まり、オンラインショッピング、デジタル決済、クラウドコンピューティングなど多様な事業を展開し、中国のインターネット市場のリーダーとなりました。2014年にはアリババはニューヨーク証券取引所に上場し、世界最大規模の IPO となりました。孫正義の投資は多くの投資家たちが見逃していた可能性のあるアリババの将来性を見抜いた結果、巨額の利益を生み出すことになりました。孫正義の1億ドルの投資は2014年のアリババの IPO によって250億ドル以上の価値に成長し、彼の資産を大きく増やしました。また孫正義はアリババの成長を支援するために様々な形でアリババとの協力関係を深めていきました。例えば2017年には孫正義率いるソフトバンクグループはアリババと共同でインドにおいて e コマースのジャイアントであるフリップカートに50億ドルを投資しました。この投資はアリババと孫正義の戦略的な視点と投資力が世界的なビジネス機会を開拓するためにどのように活用されるかを示しています。このように孫正義は自分の直感とリスクを取る精神に基づいてアリババに投資することで成功を収めました。彼は長期的な視点でビジネスを見る能力に優れており、常に未来を見据えてビジネスを展開することができる人物であることがこのエピソードからもわかります。 2. ビジョンファンドの設立。孫正義が設立したソフトバンクのビジョンファンドはテクノロジーに関する革新的なスタートアップに投資する巨額ファンドであり、その規模は1000億ドルを超え、当時としては世界最大規模でした。このファンドの設立には孫正義が自らのビジョンやリーダーシップ、そして長年の経験が重要な役割を果たしています。孫正義は自らのビジョンを人類の幸福のために貢献することと定め、そのために必要なテクノロジーの革新的な企業に投資することを決意しました。しかしビジョンファンドの設立は容易なものではありませんでした。孫正義は投資家たちからの資金調達のために個人的な約束を交わす必要がありました。彼は自分の株式を抵当に入れるというリスクを取ることで多くの投資家たちを説得し、ビジョンファンドを設立することに成功しました。また孫正義はビジョンファンドにおいて革新的なテクノロジー企業に投資することを重視しており、そのために様々な分野に精通した専門家たちを採用しています。彼は投資先の企業に対して革新的なテクノロジーの開発や人類の問題を解決するソリューションの提供を期待しています。このように孫正義は自分のビジョンを実現するために大きなリスクを取ることで世界最大規模のテクノロジー投資ファンドであるビジョンファンドを設立しました。彼は自分の直感とビジョンに基づいて常に未来を見据えてビジネスを展開することができる人物であることがこのエピソードからもわかります。 3. 太陽光発電事業への進出。孫正義はソフトバンクが持つ巨大な資本力と技術力を生かし、独自のビジネスモデルによって太陽光発電事業に進出しました。具体的には孫正義が手掛けたのはソフトバンクエネルギーという太陽光発電事業のブランドです。これは従来の太陽光発電事業のビジネスモデルである売電モデルではなく自己消費モデルを採用したものです。つまり発電した電力を自社で消費することで電力供給と需要のバランスを取りながら利益を生むというものです。
このビジネスモデルの優位性は太陽光発電の特性を最大限に生かしたものであり、一方で従来の発電事業では抱えるリスクを軽減できる点が挙げられます。またこのモデルは日本国内での展開に限らず海外でも展開することが可能であるため、世界的な再生可能エネルギー市場での展開が期待されています。孫正義が太陽光発電事業に進出したことは単なる事業の拡大に止まらず、環境問題に取り組む姿勢や新しいビジネスモデルを探求する姿勢を示すものであり、そのビジョンやリーダーシップが再び評価されることになりました。4. 飛行士志望の夢を実現。孫正義が飛行士を目指したのはまだ若かりし頃でした。彼は空を飛ぶことに強い興味を持っており、高校生の時には自作のグライダーを製作していました。しかし日本の航空学校に入学しようとした際に彼は目を患っていることが判明し、夢を断念することになりました。しかし彼はその後も飛行士になる夢を諦めず、長年にわたって目を鍛え視力を改善するためのトレーニングを続けました。そして2004年にはついにその夢を実現させました。彼はアメリカの航空機メーカーであるボーイング社の特別訓練プログラムに参加し、操縦士の免許を取得したのです。このプログラムには一般的な訓練期間の数ヶ月から数年にも及ぶ長期間の訓練を要するため、彼の情熱と執念が光った瞬間でした。孫正義が飛行士になるためには多大な努力と継続的なトレーニングが必要であったことが伝わってくるエピソードです。彼が夢を諦めずに取り組んだ姿勢やその執念深さが後にビジネスにおいても成功を収める原動力になったのかもしれません。 5. WeWork の救済。孫正義が WeWork を救済するきっかけとなったのは2019年11月のことでした。この時 WeWork は IPO を控え、そのための財務報告書を公表していました。ところがその報告書には多数の不正が発覚し、株価は暴落してしまいました。その後 WeWork は資金繰りに行き詰まり、存続の危機に陥っていました。そこで孫正義は WeWork の救済を決意しました。彼は自らが率いるソフトバンクグループから約10億ドルの出資を行い、 WeWork を救済することに成功しました。しかしこの救済については賛否両論がありました。一部の投資家たちは WeWork が不正を言っていたことを問題視し、ソフトバンクグループがそのような企業に資金を出すことに批判的でした。一方で孫正義は WeWork のビジョンに共感し、将来的には巨大な成功を収める可能性があると考えていたようです。このエピソードは孫正義がどれほど大胆なリスクを冒してでも自らが信じるビジョンを追い求める姿勢を持っていることを示しています。彼は自らの直感に従い、リスクを恐れずに挑戦し、成功への可能性を追求することで世界を変えるような大きなビジネスチャンスを見出すことができたのです。まとめ。孫正義は多くの人々にとって成功者の象徴として知られています。その理由は彼がどんな障壁や挑戦にも立ち向かい、それを乗り越え独自の目標に向かって進む姿勢にあります。孫正義は投資や経営の分野で多くの功績を残し、今もなおビジネス界の重鎮として活躍しています。彼の強い決意と勇気は私たちにとって励みとなるべきものです。孫正義は成功するためには夢を持ち信じることが大切だと言います。彼がこの言葉を胸に刻み、常に前向きに挑戦し続けた姿勢は私たちに多くの示唆を与えてくれます。彼のエピソードを知れば知るほど私たちは彼の人生から多くのことを学ぶことができます。孫正義の言葉や姿勢に触れるたびに、私たちは自分自身の人生においても同様の勇気や決意を持つことができるのです。